ほいほい。はい。ほい。で、注射になった病院です。よっ。はい。じゃあ、病院でーす。すいません、電話するの忘れちゃって。団子隊です。団子ちゃんね、特にあの大きな変化はないないですね。まだね、注射3本あるんだけど、ちょっと金曜日に来る予定がちょっとずれちゃったんで。はい、大丈夫です。午後、もう一匹行きますんで。あ、そうですか。はい、その子どうしたのかな。いや、というか、スラです。薬がもう3錠しかないんで、はい、一応あの体重測って。体重測りね、うん、よいしょ。このとこ剥げてきちゃった。うん、ちょっとそうだね。これ捨てろ、注射してるやつかもしれない。なかなかいろいろ工夫してるんだけどね。うん、4.5 個増え、あ、ちょっと増えてるね、50g。うん、まあ、あの大きな範囲じゃないですね。口も、うん、まあ、変わらずですね。変わらずですね。まあ、ちょっと少し歯石がだいぶついてきちゃったけどね。ここもまだ緩んではいないね。ね、どうしてもね、歯石ついちゃうんだよね。うん、でもそれはしょうがないですね。うん、定期的に言っても、麻酔までしてみたいな話。そこまでならね。まあ、なんかそこはまたその、なんだっけ、歯が緩んできたりとかして、うん、さらにだからその歯の緩みで食べにくくなった時は、うん、ちょっと一回鎮静かけて、ね、歯抜きながら一回きれいにするっていうね、うん、そんな流れかな。注射打つところっていろいろ工夫してるんだけど、うん、どうしたらいいかね。逆に言うとね、必ずしもここじゃなくて、もうちょっとこっちの方でもいい。ああ、そっかそっか。この辺っていうのかな。さすがにこっちは、まあ、ここでも別に構わないんだけど、うん、この辺に入れる場合もあるんだけど、まあ、多分、猫ちゃんを押さえて打ちやすい範囲っていうのは、まあ、この辺かなって感じ。なるほど。うん。だからあんまりここの、なんだっけ、首の後ろに集中しないように。ああ、うん、そうかそうか。うん、やっぱり効かない子の場合なんかだと、うん、やっぱりパクってされちゃう可能性があるから。爪のかなと思って、ね、そう、こっち、ここら辺にやるんだけど、おとなしい子だったらもうこっちの方でも平気だから。わかりました。うん、はい。ちょっと爪を切っていきましょうか。そうだね、爪が。だいぶ伸びちゃったね。うん、ここだけ、ここ特にやばいな。うん、ちょっと伸びます。ここだけやばい。全体的に、うん、あとはそうでもなさそうだけどね。後ろ足はなあとすごいから、うん、後ろもだいぶ伸びてるから、うん、はいよ。はい、すぐ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 、もうちょっとだ、もうちょっとグロンしちゃう。なんか後ろの方が伸びる、ね、そうだね、うん、はい、グロンしちゃおう。ではリコーダー、そこだよ、ピッコでね。うん、これがすごい。よし、オッケー、オッケー。はい、ほい、はい。はい、どうも。はい、ピッコさん。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ注射は7本で、7本でいいかな。お願いします。はい。お疲れさんでした。団子タイム。よっ、ほいほい。
本日2匹目スラリン隊員です。疲れましたね、うん、なんかでもこっちのケースの方がちょっと落ち着くみたいだね。ガリガリはあんましてないんだよね、うん、もうできないからあれなのかな、ガリガリできないから、わかんない、外が見えてるっていうのもあるかもしれない。ああ、そっか、うん、最初でもね、ちょっと蓋を持ち上げそうになってちょっと怖かったんだけど、大丈夫、そう、これはいと思う。ここにきつい、ほんとここにやった、やっぱりやった、やった。でもちょっとあれが違うからこのまま測れないんだよな。とりあえず一旦外さないと、ちょっと一回これ、ちょっと一瞬だけ寝てよね、一瞬寝るだけ、 4.85、 うん、なんか口中毒ね。いや、口ちょっと見してね。うん、見るだけ見るだけ見るだけよ、ほら、うん、まあ赤いけどね、まあでも、うん、一応ではね、うん、あの毛艶もいいし、うん、あのだから体調としてはまあ維持きちんとできてると思うんですね、うん、何キロって言いましたっけ。 4.85 だから、あ、じゃあかなり増えたよね。前回はスラリちゃんが 4.5、 あ、そうだね、 4.5 だった前は、うん、どうしようかな。そうね、でも、まあ、まだね、ここちょうどいいぐらい、うん、あの背骨がまだちょっと出っ張り気味だから、まあ今ぐらいでちょうどいいのかもしれない、うんうん、あのベスト体重になってきてるぐらいだと思うから、うん、ここからさらに増えなければいいから、うんうん、じゃあちょっとまた様子見で、うん、まだいいと思う。あの20日間ぐらいね、またあのステロイド上げていただいて、うん、それでいいと思います。わ、はい、かりました、うん、じゃあ今日も20錠いただいて、うん、はい、そのようにいたしましょう。それでお願いします。はい、じゃあありがとうございます。お疲れさんでした。よっしゃ、はい、いいぞ。はい。